私たちスーパービートプロジェクトを始まりました。そしてこれは本当にありがたいことで、レスリー・キーさんと一緒に学生を本当にすごいチャンス、そして私たちでも大きな勉強になっております。これからの僕たちが2021年からさらにもっといい投資、いい未来をつなげばいいなと思って、私たち一つのプロジェクトを始まりました。ビードはこの学校の元、そのままビードの漢字、美しい道を英語略したらビード、BIDO。 スーパービードはフリーペーパーで全国の美容室に置いてもらったり、でこれからも多分いろんなそういうアートスペースとかおしゃれカフェとか、つまりファッション、アート、ビューティー興味あるの方々に見てもらいたいの一つのフリーペーパー。もうちょっと私たち学校が世界に、日本から世界にみんなにメッセージ発信できるのをきっかけ作りたいと思って、でその発信きっかけはただプロの人だけじゃなくて OB だけじゃなくて学生さんも一緒に舞い込んで撮影現場体験させて、撮影現場も自分で作品を作って、皆さんが思ったのアイディアを僕たちは実現してあげたい。私たち学生をお会いした時にはどんな印象残ってますか？いや、私第一印象のはまずプレゼンテーションの時には感動したのは、すごい意外にみんなまだ16、17、18歳だけどアイディアがいっぱい溢れてる。ただしそのアイディアが多分発信するのきっかけがないんじゃないかなと思って、そこまず第一印象はすごい感動したのは、みんなちゃんとそう丁寧に自分のアイディアを僕たちの先生とクリエイターたちにプレゼンする力があるなと思って、私も自身こう学校来たら学生さん の, モチベーションに溢れて、私もモチベーションがめっちゃ上がってます。学生さんね、一緒に作ってみますね、うん、書いたスケッチで、でもうプロのモデルさん本当呼んで、彼らにね、もうみんなまだ17歳18歳でそれを作ってもらってます。で撮影しながらこの映像もみんなねすぐ見えます。見ながらどんどんその仕上がりができてる。これが一組の2人学生さんが作ったアイデア、オトパスというテーマ、タコ、なんかタコをイマジネーションして手がいっぱいあってタコという仕上がりで、次の2組が考えたのはね、神話フェリーテール、天使のようなこの天使頭がどんどん花がどんどん咲いてるみたいに作っている一つのストーリーです。で、ガゼさんの作品がそういうふうにできました。皆さんにちょっと近いの年齢の人を私の友人のスタイリストを呼びました。ちょっと少年君に来てください。お願いします。スタイリストの少年翔吾さん。でもやっぱりそのヘアメイクの方とも一緒に仕事しますけど、みんな頑張っていて、でやっぱり必要な方々なので、まあ、自分たちのやりたいことを今からしっかり見つけて、まあ、頑張っていってほしいです。人と人とのつながりで新しいの発見がいつもある。いつもポジティブで新しいものをチャレンジして、本当に自分が好きっていうことが見つければ絶対それを握って、自分のことに自分のものにすれば絶対自分の夢には叶えることはなります。皆さんもこれからも頑張ってほしいです。どうもありがとうございました。Thank you.